三の舞白船染めの舞月城心してみよ挽回八下の咎め。 おっとっと素晴らしい決める見て
転送完了しました。この程度の手勢、俺が出るまでもなかったな。衝動は？邪魔するな！
何やってんだ俺は。まさかキューブに操られていたのか。俺としたことが。世話かけたな。礼を言うぞ。これからどうする。一旦ベースキャンプに戻って報告だ。ピッコロとイチゴまでがコズミックキューブに操られたと。突然自分が自分ではなくなった。すまない。ピッコロ、おめえらだけじゃねえ。実はオラとチームを組んだ仲間にも同じことが起こったんだ。そいつは元は現実世界の人間だったやつだ。悟空のおっちゃんのところでもか。おめえのとこもなんか。ルフィ、おめえはどうだ。俺のところはねえぞ。そっか。同じタイミングに複数の場所でキューブに操られる事案が起きている。カインが黒い本を使ってコズミックキューブに自らの悪意を注ぎ込んでいると思ったが、カインの他にも黒い本を持つ者がいるのかもしれない。そういえばナメック星で見たあの女。以前報告を受けた女のことか。確かに考えられるな。推測の息を出ないが、黒い本は複数存在し、それを持つ者も複数いるということかもしれない。この件は私の方で調査を進める。みんなも十分注意してくれ。や、安心してくれ。僕は何者にも操られていないから。君は間近で見たんだろう。仲間たちが何かに操られたところを。僕は今回の件の原因がベースキャンプにいるある人物にあると睨んでいる。初めて会った時に言った通り、僕は強靭な肉体も凄まじいパワーも備えてはいない。ただ頭を使うのは得意でね。
恐ろしくってのは余計だよ、リュウ君。そういうわけで、君にも協力を頼みたい。そうか、協力してくれるか。助かるよ。それじゃあ、まずはルフィたちから情報を集めてきてほしい。隙ありだ。たまにはチームプレーも悪くない。まずは僕から相手になろう。逃がさねえぜ。決定ですよ。チェックだ。逃げろ。どうだ。その程度か。ありゃ。つ。そりゃ。ほっ。俺に元気分けてくれ。よし、できたぞ。決定。だぜ。うわっ、ぶっ飛べ。うわっ、ふっふっふっ、決定ですよ。はめはめ、あっ、やべ、助けに来たよ。すまん、オラに元気分けてくれ。よし、できたぞ。あっせっ、バカにしやがって。ハメハメ、はあ、バカに、そんな、そら逃がさねえぜ。絶対に、まだだ、切り裂け。
もっと力を。ハメハメ。バカ。まだ。よっ。よっ。よい。逃がさねえぜ。助けに来たよ。そっち。スマッシュ。太陽拳。やるな。ゲラウェア。スマッシュ。どうした？おりゃって、で、うわー！で、逃がすか？で、うわー！もらった！これ以上の戦闘に意味はない。そのまま寝てろ。アマかけ竜のひらめき行くぞ。終わりじゃ、行くぞ。三刀流奥義1080ポンド砲。伊賀さん、三刀流奥義行った行くぞ。アマかけ竜のひらめき軽いぜ。うわ、遊びはここまでだ。三刀流奥義アマかけ竜のひらめき。三刀流奥義、僕の手を見せてやる。有名戦
ゃ。くそ。私が変わろう。ハテ、舐めるな。次の舞、白蓮。舐めるな。吹っ飛べ。
次の前、白蓮これでどうだ遅いわトライジョーかおりゃほらギャーユーの息吹待てはこっちだてい、このギャー引き裂けユーの鍵詰めどりゃけ体へ振れ
もう一度言ってみろ。ぶん殴ってやる。やめろルフィ。何度でも言ってやる。戦場で何かに操られた奴らはみんな出撃前にサンジと会っていた。てめえいい加減にしろ。サンジさん、どうかしたんですか？おお、アンジェラちゃん。なんでもない。ただじゃれ合ってるだけさ。今日のところはここまでだ。だがルフィ、後で後悔することになるぞ。うるせえ。見て分かっただろう。こういうわけで、君には彼らの動向を調べてほしい。こんにちは。ちょうどいい。いい知らせがあるんだ。少しずつだが、アンジェラちゃんの記憶が戻ってきてる。と言ってもごく断片的なものなんです。思い出したのは街並みです。人がたくさんいて賑やかで、休みの日はみんながカフェに集まっていつも笑顔で話していたような。とベノムズに襲われる前の記憶なんだろう。町が破壊されたことは言うんじゃねえぞ。何か？なんでもないって。それよりこの調子ならきっと全部の記憶が取り戻せるはずさ。サンジさん、ありがとう。おっと、こうしちゃいられねえ。アンジェラちゃんはここで待ってな。お気をつけて。
私があなたなんかに。でー